まずはてめえを3分で遊び殺す。だが、その厄介な手を使えなくすりゃ、糸を切られることもねえぜよ。糸に流れるチャクラの薄い部分を確実に見切ってついてくる。なるほど。てめえはチャクラの扱いにかなり長けてる。それに、鋭い目を持ってるぜよ。黒年期八家二将64将化け物か。口からだけじゃないようだな。転結への攻撃は効かない。そういうことか。そしてそれは口からだけでなく体中の感染からも分泌できる。さっきまでの口から吐く武器と同じ物質。俺が見えてるのか。いいだろう。このゲーム多少難易度が高いことは認めてやるぜよ。お前は俺よりいい目を持ってる。ネジ、必ず追いついてこいよ。ならば口寄せの術。早い、手数が倍になったぜよ。64勝。構えが変わった。発見60。奴は自分の周囲およそ50メートル以内に入り込んだ区内はほぼ確実に感知していた。さらに言うなら360度見通しているにもかかわらず、その視界は恐るべき広さだ。そして物を見透かす透視眼と遠くを見通す望遠眼の能力を複合的に使って敵の攻撃に対処しているようぜよ。なるほどね。さらに多いぜよ。今度は2本当たる。この試合、お前の運命も俺が相手になった時点で決まっている。日向様、あなたはやっぱり宗家のアマちゃんだ。人は決して変わることなどできない。天才？天才って何です？才能がなくたって努力で天才を超えてみせます。無駄だよ、リー。
おいおい、まだ無駄に頑張る気かよ。これで最後ぜよ。致命傷からはギリギリ外してるか。その冷静を。終わった。ギリギリだ。こいつは一番強い。しかし、なぜか避けきれない苦難があった。そうか、あのチャクラ。こいつ、今度は常にチャクラを放出して自分の周囲を覆っていたのか。奴はもう白眼の秘密に気づいている。だがその程度、俺には関係ねえ。銃剣は敵に近づかねば無意味。奴の第一胸椎の真後ろに、ほんのわずかな点から広がる死角が存在する。つまり奴の道術にも、盲点とも言えるわずかな死角がある。奴の視界は360度。そして己から半径50メートル内の空間への攻撃は確実に感知する。無駄だ。動く標的に狙いをつけ、ピンポイントで矢を死角の中へぶち込む。ならば今度はさらに回転を加えるぜよ。ハチはまた一は見えなかった。そんなつまんないことメサメサ言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれじゃねえんだから。分身の術は俺の一番苦手な忍術だったんだ。お前が無理だっつうならもう何もしなくていい。俺がホカゲになってからヒューガを変えてやるよ。ここだ。銃剣。なんだと。やつはまだ。あ、いや、今の一撃で臓器のいくつかが損傷した。が、どうにか動ける。負けるわけにはいかない。遊びすぎ。この白眼には死角がある。しかし、お前の攻撃がそこからしか来ないことが分かれば、そして俺はお前よりもずっと俺の弱点を知っていた。ハチだったか。チャクラが寝れない。お前は今まで戦った敵の中で一番強い。だから負けるわけにはいかない。おめえも死にそうじゃねえかよ。凡庄な俺を天才と信じているあいつらのためにもな。俺はそう簡単には死ねないんだよ。